というわけで、翼チャンネルの新田翼です。よろしくお願いいたします。はい、なもう始まってるのかな、うん、なんか汚れがあったんですけど翼毛が落ちてんじゃない。いや、なんかわからない、何かわからないけどありました、うん、でも黒い細長いものではなかったな、うん、ああ、まあ翼汁じゃなきゃいいですよ。汁だったらほっとくかもしれない。それこれここだから出たとしてもたまに出るが汁が仕方ないしかない、まあ、僕はあのほら、はい、ラーメンをいつも食べるじゃないですか、まあ、深夜のラーメンなんだけども、うん、まあ、やっぱ冬になるとね、うん、ちょっと億劫で、うん、なかなか食べないんですよ。はいはいはい。でもこの間ちょっとね、うん、お腹空いちゃってどうしても、うんうん、でまあいいやここでつって入ったラーメン屋ですよ、うん、これがね、まあ、僕3回ぐらい過去に行ったことあるんだけども、うん、まあ、徳島ラーメンですよ。お徳島、まあ、最近よくね、なんかちょっと、うん、ピックアップされてきてるというか、はいはいはい、話題になってきてる、まあ、耳にはみんなしたことあるじゃないですか。徳島ラーメンってどういうものかというと、うん、まあ、なんかちょっと肉がうん、ラーメンの上に乗ってるんですね、うん、で味はちょっとしょっぱめに煮つけてあって、ご飯ありきなんですよ、うんうん、だから言う人からするとおかずラーメンってよく言うんですね。あ、そんな感じ方もしてるんだ。ご飯が進むラーメンって言うんで、まあ、生卵を使って、うん、まあ、すき焼き風にお肉をつけて食べてもよし、ラーメンの中にぶち込んでマイルドにしてもよしと、うん、いい、それぐらいしょっぱめなんですね、はい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 。まあそこの店に入りました。徳島ラーメンの。ほんで、まあ普通にラーメンそのセットね、うん、全部のせみたいなのと、はい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 、半ライスと、うん、生卵、うんうん、まあ、頼んだわけです。今聞いたものがね出てきた、うん、はい、で僕が待ってました。まさか店員さんがね、うん、すいませんお客さん、味玉なんですけどちょっと欠けてるんだけど大丈夫ですかっていう。ほ、何この質問、うん、ちょっと僕も全くわからないけど、何を聞いてんの。味玉がちょっと欠けちゃってる、ちょっと欠けてるんですけど大丈夫ですかと。何もわかんないし、じゃあ帰れよくないと、うん、まあ、別にね、それを入れる必要ある。はい、もしかしてワンチャンそれがラスイしちゃったの、まあ、もしかしたらあるとしたらそんぐらいよ。うん、まあそういうバカな質問をしてきたんですよね。おお、もういいっすよ。いい、まあ、だからまあ結局、うん、来てみてどういうものだったか、うん、まあ、向いてる過程で身までいっちゃってるやつですね。ああ、なるほどね。うん、はあ、味玉を、いや味玉をね、だから、まあ、だから殻茹でて出来上がって殻むきの過程でちょっとえぐっちゃったんだろうなっていうね。まあ、そういう卵が出てきたんですよ。ああ、じゃあ乗せてるところに。だけど、黙って入れた方がまだいいんじゃねえのっていうのと、こんなもんかと思っちゃうしね。そうそう、別にね、黙って取り替えるか黙って入れとくかで、それを確認して嫌ですと言ったらどういう回答が待ってたのかなとか、新しいの見たじゃないか、ちょっと分かんないです。まあいいんですよ、それはね、食べれないものでもないから。まあ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 、ほんでまあ僕ね、まず、うん、ラーメンをスープをまずすすりました、うん、あ、美味しそう。でご飯をね、うん、まあ、つかむちょっと一口口に入れたんです、うん、おえっときたんですね。お米で、お米あんまりお米食って覚えてないよ。だこれね、なんていうかもうどんぐらい古いのかっていうご飯が出てきたわけですちょっと臭かったみたいな、くせえんだよ。だからただね、これが実は僕ここのお店で2度目なんです。これ2度目あで、まあ、大体炊飯器をまあ、ずっと保温の状態で入れっぱなしにしとくと想像つくでしょ。まあ、わかりますよ。なんかわかります、あの臭みというかね、はいはいはい、ああ古いご飯だなっていう特有のね、うんうん、でもね、ちげえのよ。なんかそうじゃない、もうね、おえってきちゃうんですよ何これっていう変な味がする。その白米で体が拒絶することあるんですか。いやもう、あ、ダメこれっていう、で僕ね、とりあえず生卵あったじゃないですか、はい、醤油入れて、卵かけご飯にぶっかけて、これでもダメだ。それでダメなの。だからラーメンだけ食べて、そっくりそれ返してきた。卵かけご飯に。でも考えれば前回もそうだったと。そう。だからここは、まあ、あの業務用のご飯使った炊飯器なんで、うん、でっかいのが2つあるんですよ。はいはい、ありますね。これがもう多分ダメすぎて、時間が経つと多分猛烈ななんかその、もう匂いを通り越したぐらいにダメになる。ダメになる。もう僕たちが想像しているあの臭いを超えた。もうなんつうんだろう、なんか油でもかかってるのかなってぐらいの変な味ですよ。いやもう想像できない。これ確定で出てくるんだったら僕翼くん騙させたいぐらいだもんでも今のところ2分の2で、2分の2ですよこれ何、ご飯が売りの ラーメンの店でこれをやっちゃってるのか。そうですね、徳島ラーメンでご飯をね、僕は検索しましたよ。お、このラーメン店名でご飯まずいで検索しましたけど出てこない。だからやっぱ夜遅くなって時間、昼間の時間のご飯がずっと残って発する何かなんだろうな。もうあの古いご飯だったらまだギリ我慢できますよ、はいはいはい、そうじゃないです、もうおえっともう拒絶しちゃうんですよ
あんま普通に食べててもないけどね。やーべえよ、どうやったらこんな時点だろうかってぐらいのなるほどね、びっくりしました。とんでもねえな。そういうこと言うこともできるんだけど、ああ、まあ、もう二度と来ないと。ああ、僕はかたくなに誓ったんで、この卵の件もね、このアホな質問してきやがってっていうね卵かけてるよって。ああ、そう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 、いいですかっつって、うん、ほんでまずい米出してきて、そう、二度と行かない、まあもうね、行かないから、いや、ちなみにあの、あそこの特殊なの、そうです、そうです、あそこ行く機会を完全に一瞬なくしたわけ。でもあのご飯があるんなら食べさせたいけどねでも昼じゃないわけです、ね、昼じゃないです。0時ぐらいに行くと多分食べれます。さて、0時は行かないからね、まあ、とんでもないラーメン屋があったもん。まあ、そうですはい。で、まあ、タクトだけども、はい、更新が来ましたね。そうですね、月曜日に、はい、月曜日に来ました。何が来たんですか。もう、強力ボスバトルじゃないですか、うん、それと言ったら、まあ、一応 2.5 周年という話になってますけど、どっちかって言ったら、それとね、はい、勇者が来ましたよ、また。ああ、すいません、そうね、ソロが出てきました。はい、これもまあ今僕は随分強いんじゃないかと思ってますけど、うん、まあでもね、うん、これ本当に 2.5 周年、はいはい、まあやっぱりね、イベントの前になると、うん、スタミナちょっと貯めとこうかな、なんだろうなっていう人いましたけど、はいはいはい、何にも対してスタミナ使うもんなかったですね。そうですね、本当にない。だから僕本当に考えたのは、 あ、巨大ボスバトル協力戦が 2.5 周年だったっていうぐらい大したものはないといやまあまあ、でも本当そうなってますからね。まずそのイベントストーリーという類もなく、はい、まあ、ドロップキャラとかもなかったですね、今回ね。というかまだ4のイベント中ですもんね。そう、これね、これ繋がってるから。そうなんですよ、別に 2.5 というか。何があるかというと、勇者の高難度クエスト、はいはいはい、まあこれがあったと、うんうん、まあそのぐらいですよ。あとなんか装備が落ちるクエストがなかったり、ありましたね、うん、まあそのぐらいですよ、まあこのぐらいで、はいはいはい、2.5 周年ってこんなもんなんかね、思ったわけですよ。まあね、思ったよりこじんまりしてるなっていう気もしてたけど、うん、でまあ今回ね、うん、PVP がないと、はい、これ結構ツイートありましたね。 PVP がない、 PVP じゃない、ギルド大会、ギルド大会、はいはいはい、そう、ね、あるのかないのかはっきりしてくれや、運営と、はい、ね、いろいろ準備することもあるんだからさ、はい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 、でもこれ今日ね、今日明日出ないともう習慣的に今月内は無理だからないんじゃねえとか、うんうん、そんな話までありました。憶測の話ね、はい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 、しました。でまあ結局なかったわけですよ、はい、まあ、今回は2月の頭ぐらいから、そう、ちょうどこの協力ボスが終わった次から金曜日でしたね、うん、はい、だからまあ今回は PVP をなく、ギルド大会をなくし、うん、このギルド協力バトルというものをそれとちなんだように入れてきたわけだけど、うん、まあ、目玉として置いてんじゃないですか。まあまあこの協力、はい、バトルというのは、うん、まあ最初からねありましたよ、このアプリ内にね、うん、ずっとありました、うん、さあどんなものかと、まあいろいろみんな想像しました、はいはい、僕らもこの動画でちょこっと扱いましたけど、うん、まあ、もしかしたらみんなが一斉に一体ずつ同時で戦うのかなと、はいはいはい、ね、お前は神獣やれよ、うん、もう俺はね、ゾーマやるさとか、もう本当でもそういうこと考えてた。そうです、そうです、そうです、うん、楽しそうだもん。だからもう最高のパーティーをチーム内で何体何チーム作れるかぐらいの戦いになって一斉にやるのかなと思ったら、うん、蓋を開けてみたら、うん、個人プレイですね、これね、完全に個人プレイ、うん、みんな同じ順番を決めて戦う個人プレイですね、はい、これねそう、誰が1番に行く、2番に行くぐらい、そうですね、相談することといえば、うんうん、まあ、ちょっと思ってたのとだいぶ違ったと。まあ、求められてたものとは随分と違うものでしたよ、うん、なんだか分かんないけど、その HP というのが決められてて、はいはい、まあ、それを何人かで倒していくというね、まあ、それだけ、それだけでした、はい、で、まあね、昨日始まりましたよ、うん、ほんでまあ一時にメンテナンスがあるということで夜のね、まあみんな忙しくわちゃ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 やったわけですよ、はいはいはい、あんなになるんであれば、うん、もう一人一回の合計スコアでよくねえかぐらいのそうね、何のためになんか、うん、ただ手間だけがかかる、はい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 、それでいて毎日あれが来るわけでしょ。そう、もうこれがあと1ヶ月、まあ1ヶ月は言い過ぎ、でもそのぐらい続くわけですから、これ手間のかかるデイリーですよ、これもうこれデイリークエスト、デイリーですよ、デイリークエストなんだ。だってさ、20人が、うん、まあ、20人のギルドと仮定して、まあ、でまず20人じゃない段階で優勝はもう目なしですよ、ほとんど今回はね。これはもしかしたら今までのギルド大会というのは、はい、まあ、翼くんあのチームリボンみたいにね、はいはい、人数が少なかろうがマスター優勝できる、そう、まあ、あのグループごとになってるから、うん、いけたけど。でも今回は何急に声を枯らしてんですか、これ。枯れはないです、これは。え、これは今日はこういう声でやろうと思って。あ、そうなんだ、演じてるの渋みを見せたいや違うんですよ、ちょっとまあまあまあ生きてなんだ、急に声が枯れちゃったのかと、うんうん、これが果たして言ってみんながなんでだろうと思ってる。なんか今弾いてんの、なんか布石かな、これ何かの。あ、別に普通の声も出せますよ、すっごい面白いこと。僕はこんな声も出せますけど、まあ、こういうことを翼くんやるということは後ろにすごいハードルが上がるということで。いや、別にあの何かがあるわけではない、ただ俺なりに勝手試してるだけなんで、あのもう無視していただき、あ、なるほど、こっちがいい、どの声がいいかなという、そう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 、いろいろ試してみたんだまあこれもね、あの
僕は何を考えてるかってことでいろいろありますよ、ね、相手にはただ急に声が枯れた人にしか伝わらなかったっていう、ね、まあ、いい初めて見た人ああこの人こんな声なんだって思う、うん、なるほど初見に勝負をかけてた今ね翼くんはその声素敵です言われたらあいやまあずっとそれでやっていく予定だったかもしれないけども、うん、まあなんかあいいですですこれあのまた面白いに繋がらない話はもうどうでもいいだからこれあの勝手に自分で翼チャレンジをしてたよねそうあのこれはもう誰にもわからない翼チャレンジなんか CM で翼くとかいうのありますよねあごめんわかんないでもなんかねちょっと違うんだけどどうしても翼くんってこういうんですよって言ってから CM が始まるわかったあれかあれ翼くって言ってんのいや違う違うなんだかわかんない違うのか翼くんしか聞こえないですまあそんなことはどうでもいいですはいはいはい、うんまあ、ディアゴスティニレベルですよどうでもいいわかる人にはわかるよ、うん、はいまあね、やっぱり全然これ、はい、正直、はい、じゃあ誰次誰行きましょうとしかもなんか被ったりなんかすると先に倒した人の方がスコアが優先されてらしいです、ね、後からやった人はゼロになってしまう、はいはいはい、もう一回チャレンジができる、うん、手間なんですよで今誰がチャレンジ中とかも分からねえからこれあの牛丼大会で全然違うわけですね違うんですよ、はいはいね、だから本当に、まあ、グルチャありきでやんないとなかなかね統制は取れないこれだからツイッターでも流れてましたけど、うん、あの無言ギルドが初めてギルドチャットが動いたって、うん、これだからすごいことなるほどね、はい、無言を動かした無言を動かす力がこのギルド協力ボスバトルにあるんだからでもこれは運営の適当さなんですね、はい、そんな気はする、うん、いやでも無言ギルドさえいやこれじゃダメだろうとだからこれはある意味運営をディスってるんですよそうですよだからもうこれ無言ギルドしてくれてんのと無言ギルドというのは人と会話しねえんだよもう個人個人にやりたいのにで一生懸命やってあげるゼロとかなってるわけだよね最低よそれこれだね本当に、はい、だからねなんつうか見切り発車というかねわざわざみんなが大好きなあのギルド大会をなくしてまでやるようなものじゃなかったと、はい、大目玉に勝負するにはしかも毎日ですよいやそうなのよねこれで10ターンぐらいかけてやるもの10分かかりますこれいや本当ね長いよこれはきち正直その手間だけで面白さ通り越しちゃうね今のところなんかみんなで頑張ってる感よりも面倒くさいが勝ってるということですね、うん、いや勝ってるでしょ、はい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 、まず僕目にしたのは、うん、思ってたのと違ったっていうコメントですよそれはよく見た、うんうん、みんなでね一体ずつ出し合っていや本当そうです僕ヒーラーやるよとかね、うん、あったのかと思ったらだからなんて言うんだろうなうんこれは正直結果的には個人の記録であって協力も何もないというかねいや本当そうですよ、うんうん全部のステータス、まあ、ヒットポイントを3人で取り切るから協力かっつったらそれ協力じゃねえんだよね、はい、そうですねあんまり思わないねこここうだったんでお願いしますよじゃないんですよこれはああそうですねねここの部分だけ任したいとかがいやそうそうそうだからもう形的に何が正解かというと、うん、火力のある人間が先に挑んでいく、うん、そして残りが、少なくなったところで翼くんみたいなゴミが配線処理をする最終とどめを刺すというのがあれがゴミか、うん、まあまあでもねやり方だと確かにそのポイントを取れない人がとどめを刺すのはそうそうそう戦略として正しい、うんはい、先に翼くんみたいなのがやっちゃうと余る数字が多いからこれ全然違うんですよ、ね、やっぱオーバーキルとかもあるのかなこれいやでもね今のところなさそうよなさそうだな、はいなんか一応そのとどめラストワンとかっていうのが増えていくだけで、うんうんうん、あのスコアのポイントには足されてないんでああなるほどね、はいうん、だからまあ本当に火力のある人順に順番に決めてやっていくっていうのが一番正解なんだろうな、うんまあ、ちゃんと狙うなら本当にそうしてもいい、うんはい、で一体全部初期今初期です今初期ですってところに火力のある人を出していくっていうのがまあ一番のやり方、うん、ただこれを無言ギルドがどうやってやるのかっていう話であってだからギルちゃんが動いちゃうね、はいはい、もういきなりオートでやっちゃう人だって中にいるわけだからそれは絶対いますよ、うんうん、だからまあこれはちょっとねあと本当に毎日これをね20人で、うん、統制っていうのかな号令をかけながらやるってこれギルド大会以上にめんどくせえですよいやもうだってギルド大会はパフェ取れる人はどんどん行っちゃってくださいができるわけですで同時進行もできるわけです、はい、でも今回ただただ手間がかかるだけ、うん、だからやっぱ本当にねここの運営っつうのはアホなんだろうなっていうのが、まあね求めてるものがちげえのよちょっとこれに関してはうんでまあ鍵がねかかるのかどうなのかのも遅かったし本当に遅かった遅かったよねああうんだからなんかまあちょっと今回天空の剣っていう報酬はあるけども以上ねうん、うん、なんかちょっとやっぱりバカにしすぎてんじゃねえかなっていうのがねまあ本当にハードルは、うん、全然超えなかった、まあ、これは本当にね新しいまあギルドの協力っていうのは昔からね、はい、みんなやりたがってたけど言ってた、まあ、出来上がったのがこれですよ
でこれは本当にもう闘技がリアタイになったっていうよりもレベル低すぎちゃって、まあそうですね、これもしかしたら今回で終わりなんじゃないかなっていうぐらいに 2.5 周年の目玉で出したぜ。それでなくても僕はね、あのクライボスバトルが大嫌いなんですね。そう、それはずっと言ってたね。めんどくせえ。でこれ今回はほら参加しませんというのができないわけです。そうそうなんですよ、これ困っちゃった。これもやっぱり運営は何も考えてない。そうですね、ものすごい忙しくなっちゃう人っているわけです。いやそうですよ、もしかしたら入院しちゃう人っているかもしれない。全然本当にありますよ。そう、こういう時とかね、今すげえ具合悪いな俺って時もやんなきゃいけないわけでしょ。そう、どうしたって他のメンバーから見たらなんでこの人やってないって思われちゃうわけだから、本当に考えてないんだろうなっていうのが結果ですね。そうですね、うん、僕の予想ではおそらく次はねえこの大会のみ、うん、そもそも次はねえかこれでもうなんかやらかしてもう差しが近づくかもうどっちかじゃないかと。でなんならもう、いつでしたっけ、新しいドラクエのアプリが出ますよ。あ、そう、明日なんです。はい、水曜日。ここでもう、ね、これはタクト差しゅうという言葉すごい出てましたからね。もう本当に終焉の時って、だいたい数って決まってるんです。大層同じドラクエでやるならば、ね、ドラクエでやるならこれだけだ、1個増えたら1個消えるぐらいな、こういう世の中なんですよ今。瀬戸際かもね、景色しかどっちかかもしれない。いや本当にそう思いますよ、はい、うん、大の大冒険っていうのはね、まああの、まあ、ちょっと大やつなんでちょっとね違うかなと思うんだけども、はいはい、まあちょっとそういうのも踏まえて、やっぱり 2.5 周年でこれかと、はい、うん、まあそんなのもありました。そうですね、でしかもなんかイベントのログインボーナスがもう前日になってたでしょあれなんかね。全然知らなかった。本当に100枚10枚でこれ、うん、であとやっぱりよく見たのはここの運営がロードマップを出さないのは常に行き当たりばったりでやってるから、もうそれがもう分かっちゃってるからね本当ね。昨日決めようかくらい、うん、はいはい、でなんでその 2.5 周年を、始まったその日にメンテが入んのかっていうこういうところもおかしなとこですよ1時間いきなり忙しくさせちゃって、もうバッタバタでした昨日の夜。そう、もうダンマンなんだけど特にね、だから本当にもうね 2.5 周年からもうすでにやらかしたと僕は思ってるんですね、うん、はいはいはい、うん、まあ、正直ちょっと先はねえかなっていうのが僕の見解ですよまあでも次回があるかどうか。そうだから僕らも今回タクの話より味玉の話の方が衝撃がでかすぎちゃってね徳島ラーメン、そっちの方がむしろ面白かったからねタクとの 2.5 周年よりも、そう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 、そんなになっちゃいましたいやだからね、まあちょっとこれはしばらくこの1ヶ月もちょっとこれ続いちゃうわけだから、うん、もうやることないすでにないからね、もうないね、本当に、うん、デリフィートだけ、はいはいはい、はい、いや今回こんな感じですが、うん、はい、どうもありがとうございました、はい、翼チャンネル、チャンネル登録してくれよ、な、な、チャンネル登録してくれよ、な、な。